はい、酒好きのもっと新潟市の飲酒動画です。今回は、ジンですね。久々に、こちらまだ紹介してないと思います。ビクトリアンバートジンです。値段が3000円ぐらいだったかな。オリジナルロンドンドライジンということで、こちらが、キングスバリーのオリジナルロンドンドライジンビクトリアンバート。歴史と伝統の味わいに徹底的にこだわったビターで骨太なロンドンドライジンです。樽詰めによって琥珀色を帯びており、ジュニッパーとスパイシーの強烈なテイストはスイートなシトラスフレーバーが主流の現代のジンとは一線を画しています。特にジントニックにすると、本場イギリスの味わいを楽しむことができます。容量が 700ml。アルコール度数が47度。高いね。うん。アルコール度数47度。値段3500円ぐらいしたっけ、これ。こちらが、もうね、結構飲んだんですけどね。もう結構飲んだんだけど。まあ、紹介していきたいと思います。ビクトリアンバットジンが、で、完璧。値段が3295円、現在。まあ、3500円ぐらいですよね。類を見ない唯一無二の、お制覇人、ジンの本来の姿。完璧。香りはね、結構きついです。うん。アルコールの香りが、結構きつい。ああ、なんやろ。あの、ジュニパー的な感じ。あの、ベリー系の香りがすげえ強いですね。甘さはそれほどでもないんですけど、とにかく香草の香りとか、あの、植物的な香りとかがかなり強い。うん。まあ、これジントニックにするとうまいって言うけど、まあ、感覚としては、ギルビージンみたいな感じかな。感じとしてはギルビージンとかの、あの、香りが強い系。いわゆる俺が好きな、なんだっけ。タンカレーとか。あと、あれはなんだったっけ。兵隊の男、イギリスのあれ、なんて人だったっけ？忘れちゃった。ボンベイサファイアともまた違うんだよな。何人やったっけ？ボンベイサファイアよりは、香りが、あれじゃないですか。ビーフィータージン。ビーフィータージンみたいな、ああいう系のジンじゃなくて、どっちかっていうと、ゴードンみたいな。で、どぎつい。あの、香りが結構どぎつい。ゴードンジンみたいな感じですね。個人的にあんま好きじゃないですね、これね。うん。ボンベイサファインみたいな、いい甘い香りがするとかではないんですよ。結構、きつい。うん。結構きつい系の、ジンですね。ちょっとじゃあ、トニックウォーター、じゃあ、ジントニックで飲んでみましょうか。
ジントニックにして、最近ジントニック飲むことが多いんですが、結構暑いので、ジントニックで、暑くてね、今日も28度ぐらいになったけど、暑いだけじゃなくてやっぱ湿度が高いんで、部屋の湿度が 55% ぐらいあるんで、やっぱり湿度が高いと、どうしても、あれだよね、暑く感じるし。まあそんな感じでしょうか。暑く感じるのは、ある。はい、ライムジュース。ウィルキンソントニックウォーター。カンピー。香りが、香りが好きやねんだよな、これ。やっぱ、これは、値段が3500円ぐらいで、この、まあ、味が濃いとかさ、まあ、ジュニパーベリーがたくさん入ってるとか、まあ、そういう系やねんけど、やっぱり、どうしてもフルーティーな香りっていうよりは、青臭いというか、青臭くなっちゃいますね。ジントニックなんだけど、なんか、なんか、ごくごく飲めないです。ごくごく飲めない系のジントニックになってしまってる。甘みはほぼほぼないでしょ。香りは強いんだけど、これはあんま美味しくないですね。はい。3252です。ご視聴ありがとうございました。